株式会社チャイチャイは猫が社長。面白いことやりたいことをやって笑おう。はい、株式会社チャイのいらっしゃいんことです。はい、今日はですね、皆さんにすごい報告がありまして、この株式会社チャイチャイっていうチャンネルとは別に個人チャンネルを立ち上げることになりました。で、そのチャンネルっていうのが一応サーフスケートメインのチャンネルになっていくんですけど、まあ、今までこの株式会社チャイチャイを通してサーフスケートの、まあ、オフトレシリーズをすごい出してきたんですけど、まあ好評っていうか、その、まあ、コメントがすごい嬉しいコメントがすごいもらって、でもそういうこともあって、まあ、今回、サウススケートだけのサウススケートをメインに扱った、チャンネルを作ることになりました。で、そうですね、まあ、なんか本当これからはこの株式会社チャイチャイのチャンネルには一切そのサーフスケートに関する、オフトレももちろんですし、そういうサーフスケート関連の動画っていうのはアップしないで、すべてそっちのチャンネルにアップしていこうと思うので、ていうかアップしていきます。なのでとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。でそのチャンネルの方なんですけど、3日後の17日金曜日に初投稿したいと思っていて、まあ、そちらの方で、まあ、もうちょっと詳しくなんでそういうチャンネルを立ち上げたのかっていう経緯だったり、あとはどういう人に見てもらいたいかとか、そういう自分のすごい思いとか考えとかをすごい短いんですけど、はい、簡潔にまとめさせてもらった動画を投稿するんで、ぜひチェックしてください。で、一応下の、概要欄の方に、そちらのサーフスケートのチャンネルをの URL を貼っておくので、その金曜日の投稿を、初投稿を見逃しないよう、今のうちからもうぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。で、あとは本当今のうちから と、まあ、僕の概要欄の方に僕のインスタグラムのアカウントとかも載ってる、 URL も載ってるんで、まあ、そちらの方も見ていただいて、インスタグラムの方のストーリーとかだったりで、僕のアカウントタグ付けとかしてもらって、とその僕の新しい個人チャンネルの方、サースケチャンネルの方を拡散していただけたらすごい嬉しいです。はい、なんですけど、株式会社としてはこれからもサーフィンのことであったり、あとはみんなでワイワイやるのもそうです、そういうこと自体っていうのは株式会社チャイの方でも今まで通り続けさせていただきます。はい、なのであくまでこのサーフスケートメインにちょっと僕力を入れたいなって思ってこのチャンネルを立ち上げたんで、ぜひこのチャンネル登録といろんな人に、もうあらゆる人に拡散していただいて、本当コメントは全て返させてもらうんで、もう質問だったりこういう時はどうするんですかっていうアドバイスだったりも全部コメントとかも返させていただくんで、もうコメントじゃんじゃんもうお待ちしております。あといいね、もうグッドボタン高評価ももちろんねお願いします、ぜひ。はい、そういう久しぶりの投稿になったんですけど、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。では引き続き株式会社チャイチャイの方、まあ、平社員としてもよろしくお願いします。そうですね、もう平社員なんですけど、生意気に個人チャンネル立ち上げちゃったんで、はい、ぜひそっちの方よろしくお願いします。またね、失礼します。